ってると思ってた。だって平気そうだったから。この街は狂ってる。最初はそうでもなかったけど、少しずつ変わり始めて、今はもう全部がおかしくなった。普通に見えるところだってもう普通じゃないから、それだけは覚えておいて。二人だから一人でいるより安全だと思うけど、でも危険なことの方がずっと多いから。もう時間がないから、一つだけ、影には気をつけなきゃいけない。誰かが私たちを見てるかもしれないし、話を聞いてるかもしれない。どこか知らない場所につながってることだってあるかもしれない。どの影が危険で、どの影が安全か分かればいいんだけど。気づかれた。私たちの話を聞こうとしている。振り返らないで。怖がったりすると追いかけてくる。何？知ってることなら、王様を探しに。そう、妖精の王様。信じてくれなくてもいいけど、扉はあるはずだし、それが何なのかはわからないんだけど、でも妖精の王様が何かを知ってるって聞いたから。妖精なりの二人、近づかないようにしてるんだけど。私は無人の街を歩いていた。目の前の街がもはや見えている姿とは違ったものになってしまったことを、嫌というほど思い知らされていたから、気を抜くことができない。見ていたものが視界から外れた途端、変質を始めることもある。見えているものは信じられず、見えていないものは危険だった。分かっていても私は月明かりの街を恐れるわけにはいかなかった。もう周りには誰もいない。みんなどこかへ行ってしまった。そんな予感はあったのだけれど、実際に街から人が消え、月明かりの中で危険にさらされ、家族のいない家に一人取り残された時、激しい虚脱感に襲われた。自分の部屋に閉じこもり、孤独に泣き、思い出に押しつぶされそうになった。どれだけの時間を過ごしたのかわからなくなった頃、私は奇妙なことに気がついた。空腹を感じない。睡眠も習慣でとっているだけ。トイレだって行こうと思わなければその必要を感じない。
何かが変だった。こんなことがあるはずないのに、世界がおかしくなっている。もしかすると私もそうなのかもしれない。じゃあ私は一体どうなってしまうのだろう。窓の外は静かな住宅街、何の音もしない、何の動きもない。私は冷たいシャワーを浴びた。日課のシャワーだったはずなのに、しばらくぶりのような気がする。でもその感覚さえおかしいのかもしれない。そして私は気がついた。私がなくしたものは家族や毎日の生活ではなく、確実なものなのだと。確かなものを見つけることができず、どうやって日々を過ごすべきなのか、私にはその答えが見つからなかった。私は髪を拭いながら窓の外に目をやった。日差しが眩しかった。外には誰もいないのかもしれないけれど、私はまだここにいる。何もしないでいるよりはずっとマシだ。玄関の戸締まりを確認し家を出た。事実を確かめるだけでもそれはずっと価値のあることだと思えた。その時私は月明かりの街で人の笑い声を聞いたような気がした。最初は気のせいだと思った。もしくは妖精たちの悪意はないが危険な誘惑だと。もう何度も騙されてきた。生きているのが不思議だと思ったことも数回。そんな経験をしたことで、あの子たちのすることに意味はないんだと思うようにしていた。猫があくびをするのはしたいからそうするだけで、あくびに意味はない。あの子たちがしていることは猫のあくびと同じだから。もう一度笑い声、それとは違う話し声も。人がいる、人がいる。私以外の誰かがここにいる。言葉にできない衝動に駆られ、声の聞こえた方向へ足を向けていた。この近くだと思うんだけど。辺りを見回す。大きくて綺麗なビルが森のようにそびえ立っている。人影は見当たらなかった。違和感が。薄汚れたリュックが転がっている。そのそばには焚き火の跡。やっぱり誰かいるんだけれど、希望を目にしたものが裏切っている。何か不愉快な印象がある。嫌なものを見ている気がする。リュックがかすかに動いた。くぐもった声がチーチーと鳴いている。妖精が入ってる。一つの声に他の声が答える。何匹もの妖精たちが押し込められている。焚き火の燃えかすの中に象牙色の小さな破片を見つけた。最初はそれを動物の骨だと思った。犬か猫。その姿
想像だけでも不快なのに、すぐ間違えたと気がついた。だって最後に猫を見たのはいつだったろう。この街で見かける小さなものといえば、あの無邪気で危険な妖精たちだけ。じゃあこの骨は。全身の毛が逆立つような気がした。肌がざわざわする。出るものならいくらでもあるのに。不思議なことに、スーパーやコンビニの食料品は補充され続けていた。目を離している間に棚の商品は元に戻る。野菜や果物はいつまでも新鮮さを保ち続けている。空腹を感じないのだから、食事は習慣以上の行為ではないのに。そんな状況でどうしてあの子たちを食べなきゃいけないの。周囲の静寂を乾いた笑い声が切り裂く。やってみたいじゃないっすか。私は周囲を見回した。すぐそばにいる。隠れるなら急がなきゃ。地下駐車場への入り口が目に入った。暗い場所は少し怖いけど、それよりも男たちに対する嫌悪感の方が勝っていた。私は地下へとつながる階段の陰に身を隠した。建物の陰から人影が二つ。普通食わねえよな。うん、絶対食わねえ。焼いたからって食えるかどうか普通は分かんだろうって。だって大将が食えるって言ったじゃないですか。太ったゴーグルの男が大将に不満を告げていた。食えるなんて言ってねえよ。食えるかもなって言ったんだよ。大将は目線をそらしたがゴーグルに答える。私は二人が何をしていたのか想像して口元を押さえた。あの二人は妖精を食べたんだ。まだ腹の中気持ち悪い。二人は焚き火のそばに腰を下ろす。あっちちちち。折れたとこまだくっついてないっすか。まだちょっとな。泣いてるっすね。なんて泣いてると思う。わかんないっすよ。大将はわかるっすか。わかるに決まってんだろ。じゃあなんて言ってるんすか。バカ、教えねえよ。なんでですか。教えてくれてもいいじゃないですか。なんでお前に教えなきゃならないんだよ。じゃあ教えてくれなくてもいいっす。わかった。お前俺を信じてないだろ。そうか、わかったよ。お前はそういうやつ。言ってないじゃないですか。二人は他愛のない会話をいつまでもいつまでも続けていた。話の内容自体は不自然ではないものの、私は強い嫌悪を覚えていた。自分以外の人間にようやく会えたという喜びはどこにもなかった。すっげえまずかったんすよ。大将どこで聞いてきたんすか。だってさ、ほら、あれだよ。そうそう、王様が食べれるって。大将、王様って会ったことあるっすか。ああ、埋め立て地までは行ったけどな、見つかんなかった。いいや、俺会いたくない。私は、自分が感じているのが嫌悪ではなく、恐怖であると気がついた。人の姿をして、人の言葉を話してはいるものの、
その内側にはまるで別な何かが詰まっている。そんな風に思えた。どこかが違う。でもそのどこかがわからない。逃げてしまいたいのだが、二人に見つからずに逃げ出すためには、暗く口を開けた地下へ降りていかなければならない。光のささない、どこへつながっているか、どんな危険が待っているかもわからない深い地下へ。それはできない。でもそれしかないなら。すごいっす。王様って何でも知ってるっすよね。俺は知ってんだろ。だってあれだ、王様ってくらいだから。それにあれはあれだな、王様が扉を閉めてるんだろうな。俺はいや、そう、絶対そう。ゆっくり地下への階段を下り始めていた私の耳に、扉という単語が飛び込んできた。二人は扉について話し合って。扉って、扉を閉めてるってどういうこと？大将、王様捕まえたらどうすか？絶対面白いっすよ。やだよ俺、扉とか開いて夜なくなったら採集できなくなる。あ、そうか、そうっすね。お前何も考えてないのな。え、そんなことないっす。いろんなこと考えてるっす。じゃあ行ってみろ。え、だからいろいろっす。だから言えって。そんなことどうでもいいから、扉のことを話してよ。イラつく私の足に何か冷たいものが這い上がる。悲鳴を上げそうになった。恐る恐る視線を下ろすと、妖精が一匹影の中から抜け出して私の足によじ登っていた。妖精が動きを止めて目を上げる。目が立っちゃった。小さな牙を持ってチーッと威嚇の声を上げる。ないで。そう思った時には遅すぎた。二人の話し声はもう聞こえない。ガチャリ、冷たい金属が鳴って、もう何の音もしなくなった。あんたのせい。でも妖精の姿はなくなっていた。ほんの少し目を離した隙に影の中へ帰ってしまった。二人が近づいてくる。気配はしないのだけど、絶対に私を狙ってる。私は切り取られた夜空に向かってゆっくり物音を立てないように進んでいく。心臓が高鳴る。肩が上下し、口で呼吸をしなければ追いつかない。狙われているという感覚が全身の神経を張り詰めさせる。四角く切り取られた空はもう目の前。そこに二つ男の顔が現れた。あっ！私は短い悲鳴を上げ、二人を突き飛ばして駆け出した。うわっ、でっけえ。ああ、バカ、撃つな。ふすりと音を立てて、足元のアスファルトにボウガンの矢が突き刺さる。私は必死で走り続け、建物の陰に身を隠した。心臓がドキドキ爆発しそう。呼吸が小刻みになっている。でも追ってくる気配がない。そっと覗いてみると、大将がゴーグルを蹴飛ばしていた。何度も何度も。痛いっす、大将、痛い痛い。
何考えてんだよ。1500はあったぞ。傷ついたらどうすんだよ。だから蹴んなくてもいいじゃないですか。痛いっすよ。仲間割れに忙しく、追ってくる気配はなさそうだ。よかった、思ったより諦めが早くて。とても大きな長いため息、心臓はまだ張り裂けそう。二人の興味が戻ってくる前、急いでここから逃げ出そう。それにしても扉が開くと夜がなくなるってどういうことなんだ。妖精たちを捕まえることができなくなるとも言っていた。この狂った夜が終わるという意味なのだろうか。それに扉があると言っていた。もしかすると答えが見つかるかもしれない。小さな小さな手がかりかもしれないけれど、何もないよりずっとマシ。扉はあると思う。何度も行こうとしたんだけど、でも誰かが邪魔してる。そうとしか思えない。自分でも分かってる。全然信用できないことかもって。でも何も信じてないよりはずっとマシだと思うから。鳥が来る。もう分かったんだ。そうでもないけど、あれが飛んでくると嫌なことが起きるから。言葉なんだと思う。意味があるのかわからないけど。行こう。見ててもしょうがないから。
気にしててもしょうがないから。どうしたの？そう。どうしたの？わからない。
見られたことはあるけど、こんなに長いのは初めてだから。ここに危なくないことなんてないもん。辻彩だわ。でもどうして。わからないけど、終わりなんだと思う。
暗いところはダメ。でもダメなの。分かってるけど。だって、こんな風じゃなかったの。どうしてもって言うなら、いくらの切符を買えばいいの。でも言われても、だってそれって、この町は私のために存在してるってことになるじゃん。うなり声は、妖精狩りの二人に追いかけられたけど、あれはどうなの？私は危ない目にも随分あったわ。だから私のためとか言われても、
くらい眠ってた。もうすぐね。聞かれてもわからないから。
王様はどこ？お願い、ちょっと。でも、うん。あと少し。
ったっすよ、大将。生きてるっす。わかってるよ。足ちゃんと押さえてろって。やあ、やだ。重いっすか。すっげー重い。Thank you.
ちゃんとずっと一緒なんだもん。来てくれないんじゃないかと思っちゃった。お兄ちゃん、すぐムツキだって分かったんでしょ？あれ？お兄ちゃん知ってる？あの鳥、喋るんだよ。あの子たちね、すっごくおしゃべりなの。さんなんだよ。だからムツキね、いつもお話聞いてあげる。そしたら嬉しそうなんだ。ねえ、悪いことしないんだよ。ムツキね、ここ大好きなんだ。お友達いっぱいいるから。みんなね、ムツキのお友達。
つも遊んでくれるし。ムツキね、ここ大好き。お兄ちゃんはここ好き？ヘチョウくん、心配しなくていいのよ。大丈夫だよ。
じゃない。長い夢を見るだけだって、みんなのために夢を見るんだって言ってたじゃない。心配いらないよ、むつきちゃんとできるから。お姉ちゃん、むつきのこと一番大切だから。むつきちゃん、準備はできていますか？スピーカーから冬木さんの声が聞こえた。オッケーです。では最後にもう一度説明しておきます。聞き飽きたでしょうけど、大人の世界にはたくさんの決まり事があるので、しょうがないなと思って付き合ってください。はーい。僕たちは今からむつきちゃんの精神を凍結します。むつきちゃんの心を入れ物にして、みんなの思い出や希望をしまっておこうと思います。それは僕たちみんな、世界中の人たちがもう一度やり直すための準備に必要なことだからです。むつきちゃんはこれから一人っきりで長い長い夢を見るのだと僕たちは想像しています。でも寂しくはないはずです。僕たちはずっとむつきちゃんのそばにいるつもりです。いえ、僕たちだけではありません。僕たちの次の人も、その次の人も、むつきちゃんが目を覚ましても平気だと思えるまで必ずそばに。冬木さんの声を聞きながら、いろんなことを想像した。私がいなくなった後、冬木さんがお姉ちゃんと結婚してくれればいいなと思った。優しい人だし、お姉ちゃんと仲がいいし、研究で頭がいっぱいになってすぐだらしなくなっちゃうお姉ちゃんのお世話も冬木さんならお任せできる。男の人は細かいことって苦手なんだと思ってたけど、冬木さんは違った。冬木さんみたいな人が恋人だったら、妹の私も安心なんだけどな。お姉ちゃんは黙って扉へ向かう。もう振り返らなかった。多分泣いていたからだと思う。でも泣かなくてもいいのに。むつきだってもう中学生なんだから、自分のことは自分で決められるんだから。それに失敗なんかしないと思う。むつきはお姉ちゃんを信じてる。綺麗で頭がよくって、いつでも優しいお姉ちゃん、私の自慢のお姉ちゃん。それにたとえ失敗したとしても、お姉ちゃんのためなんだから。違う、お姉ちゃんのためじゃない、みんなのため。むつきはそれを分かってる。
行かないんだって。だって全然見つかんないじゃないですか。うっせえな。分かった。俺が嘘ついてると思ってんだろう。違うっすよ。そんなこと全然言ってないじゃないですか。分かった。俺を踏み台にしようと思ってんな。どうやったらそういう話になるんすか。大将、うっせ、さっさと探せ。うるせえバカ。珍しいんだぞそれ。分かってるっすよ。もう女子高生でいいじゃないっすか。なんだそれ、全然意味ねえじゃん。みんながすそひらひらとか、緑胸こぶしりでっかとかつけねえか普通。なんなんだよその女子高生って。なんとなくいいかなって思って。お前はだからセンス悪いって言われんだよ。ラベルに書けねえよそんな名前。じゃあ本人に聞けばいいじゃないですか。バカ、お前は何も分かってねえのな。あいつらが本当のこと言うわけねえじゃねえか。そうすかね。どうなんだよ。
私は違うけど、あなたは危ないの。知らねえのな。これあれだ、標本とか食い荒らす害虫なんだよ。あ、そうっすか。これも標本にした方がいいっすかね。バーカ、害虫だって言ってんだろ。いらねえよ。頭潰さないとな、すぐ増えるんだよ。こいつコッコ300個の腹に持ってる。いやー
解放型シナプスの封鎖を確認しました。企画領域内での外装性情報は 88% の確率で遮断されています。劣化が進みましたね。わかりました。では保安部にも撤収を命じます。認めます。ああそう、待ってください。ムツキちゃんはどうしてますか？はい、検索します。検体ナンバー013、心拍数。いや、もういいです。少佐も撤収してください。はい、第四観測部撤収します。あの子にはムツキちゃんという名前があるのに、もう誰も彼女がただの女の子であるなんて覚えてないみたいですね。こうして僕たちの人間性も劣化しているのでしょうね。あのチーフオフィサー。あ、やめてください。冬木でいいですよ。はい、あの冬木さん、私あの家族や友達が。はい。あのまた会えるんでしょうか？そうですね、会えるとは言いませんが、そうであってほしいと思っています。じゃあやっぱり。そうです、残酷なようですが、ここ以外のすべてを消去します。そしてまた世界を構成し直すのです。そんなことって。そうですね、けれど僕たちはこうしてたくさんの記憶を切り捨てても、人という種の心という情報を維持し続けなければならないのです。でも私、両親とかカオル子さんとかユキちゃんとか職場のみんなとか学校の友達とかみんなが消えちゃうなんて。こんなことを言っても慰めにはなりませんが、その涙を忘れないでください。僕たちはたくさんの何かを犠牲にして生きていかなければなりません。それは仕方のないことです。だからこそ踏みつけられてしまった者たちのことを忘れずに涙を流すべきなのだと思います。それが僕たちの守ろうとしている心の意味なのでしょうか。もうすぐ全てが終わります。僕たちは次の機会に備えて次こそは正しい道を選ばなければいけないのですか。もう行きましょう。世界を救うために全てを投げ出してくれたムツキちゃんや三枝先生のために、その犠牲に応えるためには、たとえ地獄に落ちようとも二人を守らなければいけないのですから。